徒城が囲まれている。オロチ軍か。オロチの連中じゃないようだが、とにかく急ごう。裏道を回ってとっとと城に入っちまおうぜ。おい、こっちに猛者の群れがいるぞ。我々のことを言っているのか。こんな色男を捕まえて猛者呼ばわりはねえよな。そんなことよりオロチ軍の偽伝令を止めなくては。放っておけば無駄に敵を増やすことになる。新手の猛者を発見したぞ。出会えてね。今まで耐えた。劉備の前代？そんな。いや、きっとどこかで来てもらえる。諦めるぞ。俺の攻撃かかわせるか。わしが相手では不足か。俺の攻撃かわせるか。真田幸村、俺も猛者の技とは思えん。この長州の槍か死者の槍か勝者の槍か、真欲まで受けてもらおう。魔王オロチ、死んだ人間を操るとは許せん。猛者の暴走を食い止めてみせる。それだけかっこよすぎないか。ひとまず撤退だ。敵将撃ち取ったり。かなりの使い手と見ました。久々に強敵と会えたわ。敵将撃ち取ったり。俺もやりますね。オロチの侵略と共にお許しを。かくなる上は私も共に戦います。これ以上は進ませんぞ。王者ごときを抑えません。戦ってまいれ。あの世に送り返してやろう。敵将討ち取ったり。かなりの使い手と見ました。お見事でございます。あいつは放っといて。悪の親玉はどいつだ。あらね、名徳なんていうから期待してたのに。でも反乱軍同士の作戦が大事だと思って。劉備がいないんじゃ何のために来たんだか。劉備は一体どこにおられるの。